皆さんこんにちは学び方改革週一学習で詰め込まずに合格」というタイトルで30分ほどお話をさせていただきます。担当はレックスニーコースの友次ですすどうぞよろししくお願いしますさて今回ですねまあこちら「学び方改革週一学習で詰め込まずに合格」というタイトルになってるんですけどもどういうふうに学んでいけば 合格できるのか、まあ、これについてですねお話をさせていただきたいというふうに思います。さあ 宅建試験ここれからですね頑張っていううという皆さんどうですかねはい宅建試験どう,いうふうに学習していけばいいのかっていうところをちゃんと理解してから勉強を始められるかどうかここは結構重要になりますそれは何でかって言ったらばやっぱりいくらね頑張ったとしてもその方向性が間違っていたとしたら目的地にたどり着くことはできないですよね例えば何て言うんですかね よくやれればできるっていう,ふうに言われますまあもちろんそれはね半分真実なんですけども、まあ、やればっていうところが、まあ、どういうふうにやればっていうところまでがしっかり考えられていればできますよね。例えば、ねえうん 歩けばじゃあ駅に着くかって言ったらばそれはね駅に向かって歩けば駅に着くでしょうけども駅と反対方向に向かって歩いてったら駅には着かないですよね。ということでまあやっぱりね歩けば駅にに着くっっっていう風に、えー、言いう言切るのはちょっとやっぱり危険なんですよそれと同じようにじゃあ勉強すれば絶対に合格できるっていうふうに言うのもその勉強の仕方が合っていればいいですけれどもその勉強の仕方が間違っているとするならばいくらやっても成果が出ないということに になってしまうわけななんですねなので勉強を始めるその第一歩としてはこれからどういうふうに勉強していくのかその方向性をつかみ取るということは本当に大事なことになっていくそこはしっかり押さえておいていただきたいというふうに思います。 でやっぱりいろんなことを言われます例えば「卓見試験」なんかは、まあ、皆さんお聞き呼びかもしれませんけれども合格率がいい15%ぐらいという,ふうになってますで上位15%の人しか受からないというふうになってくると、まあ、言い方変えれば受けた人の85%は落ちてしまうわけですよ、ね、そうするとやっぱりじゃあそれに対応するためにはねえー、応用問題までしっかり解けないと受からないんじゃないかっていうふうに思ってしまう人って結構多いんですけれどもまずそこの誤解から解いていきたいと 思いま,す、はい、まずですねこちらレジュメの方をねお手元にあっいい、はいねえー、ないという方は画面の方に映し出しますので、まあ、これを見ながら聞いていただければいいんですけれどもさあまず1ページ目のところ1番目「達犬詩試験を知る」というタイトルでこちら載っておりますが「このデータまずは何なんですか?」っていうお話なんですけどもこちらにありますのが受験者の正解率ですつまり何かと言いますと。 まあこの問題何パーセントの人が解けたのかなっていうのをリサーチした結果なんですね。そう、えー、一番上90パーセントから100パーセントって言ったらもう受験した人ほぼ全員が正解している問題。そう下に行くこう下に行けば行くほど。 ねえー、もう正解してる人が少ないと例えば、まあ、ここ10%から19%って言ったらば、ねまあ、10人中1人ぐらいしかね10%だったら1人ぐらいしか正解できてないってことはもうほとんどみんな正解できてない問題ということになるわけなんです。はいまあ、こういうふうに並べてありますけれどもこれでねじゃあ全部で50問卓研試験ありますけれどもどういう結果だったのかっていうのをまとめたのがこの表になってくるんです。そして ここにですね合格点というふうにあります。まあ、私一回消えますけれども、はい。年によって合格点が変わっていきます。まあ、基本的にはですね、タケ試験は。 上位15%前後の人に合格をさせるというところを決めているので、まあその年の難易度によって合格点というものは変わってきます。もちろんその年の難易度が高ければ、ね、難しければ合格点は低くなるでしょうし、まあ難易度がそんなに高くないと、優しい問題だったら合格点も上がっていくということになっていきます。 さあそしてですね、ここに着目してほしいんです。それは何かというと、ちょうど半分のところですね。50%のところで編みかけになっているか、ね、編みかけになっていないか。これは何かというと、はい、編みかけの部分は受験生の半分以上の人が間違えているもの。 こっちは半分以上の人が正解しているものというふうに分けてあります。まあ、正解率50%ということはそういうことですね。半分の人が合っていればこっち。半分の人よりも、うん、ね間違っている人の方が多いよっていう、まあいわゆる難しい問題ですね。難しい問題がこっちということになります。では、正解率50%以上の問題を、 1> 1問も落とさなけれれば何点取れると思いますか例えば2021年10月試験ですねこちらに行くならば、まあ、10問14問3問8問5問はいこれだけねセ50%以上の問題があるわけですつまり40問あったわけですそうえー、ね残り10問はちょっと難しかったと思いますけれども40問は半分以上の人間が正解できるというそういう問題だったわけですねさあ そして2021年10月試験合格点何点でしたでしょうかそうです34点だったんですよねということはそうなんです受験者の半分以上の人が正解できる問題を一問も落とさなければ合格者になれるということなんですねで実はこれは 2021年10月試験に限ったことではありません2020年12月ねえー、2020年10月2019年2018年2017年とまあとりあえず5年分ぐらいのデータをねこちらには示してありますけれどもはいご覧くださいね50%以上の問題数43問だった年合格点は35点、ね、44問だった年が合格点37点41問だった年の合格点が35点というふうにそうなんです。 必ず合格者になれてたんですね受験者の半分以上の人が正解できる問題つまり正解率50%以上の問題を1問も落とさなければ合格者になれるというこの事実をまずは忘れないでほしいんです。先ほども言いました通り 合格率が15%ということは相当難しい問題までできないと合格できないんじゃないかと要するにそういうふうに考えてしまう人が多いんですけども実はそうではなかったということなんですね考えてみてください受験者の半分以上が正解できる問題がそんな難問なはずないじゃないですかそう基本さえしっかり定着させておけばここですね基本さえしっかり定着させておけば必ず合格できる そういうい試験なんです逆に言えばじゃあそこを落としてしまったら合格は遠のくってことですよね。ですがかなり多くの人がここの難ししい問題の対策にに夢中になってしまうんですそれは何でですかって言いますと、まあ、ここにも書いてありますけれどもやっぱり試験っていうのは。 ね、えもう出てきた問題を解けるかどうかっていうところにかかってきちゃいますので例えば過去問に出てる、ね、難しい問題でも「いやだってこれ過去問に出てるんでしょ?」ももうう回もし出されたらどすするんですかみたいな感じでねそう不安になってしまうんですね。不安になってしまうとこれもできるいうふうになってどん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 勉強の中心がこっちにウェイトがかかっていく。 そうするると何が起こるのか。当然のことながらここっちの取りこぼししが出てしまうんですよ。はいそれで15%の中に入れなくなってしまうということが非常に多いんですね。ですので多くの人がこの罠には陥りがちなんですがデータとしてしっかり出ています半分以上の人が正解できる問題1問も落とさなければ合格者になれるわけですから皆さんはこれからどういう勉強をすればいいのか。 そうなんです基本問題を絶対に落とさないというこういう学習をすればいいわけですよねで基本が大事というふうに、まあ、よく言われますはい確かにそうなんですけどもねえでも基本だけで大丈夫なんですかってやっぱり思ってしまいますよねですがここにデータがありますデータを見ればわかるはずですそう基本を固めれば ちゃんと合格者になれるそういう試験なんだってことはまず最初に念頭に置いといていただきたいというふうに思いますそれでは次のところに見ていきたいと思います2番学び方改革合格のための超速学習というふうにありますさあ合格するためにはどういうことに気をつけてやっていけばいいのかというところなんですけどもはい合格の鉄則参ります1番 今年絶対に合格すると決意しますそして2番目なるべく早く学習を始めますそして3番目暗記と理解のバランスを保って学習します4番目先ほど言いました基礎をしっかりと身につけます5番目範囲を広げすぎず取捨選択をしていきます6番目継続は力なりたい作戦と書いてありますがさあ皆さん今さらっと読んでいきましたがどう思いましたかこれを見た瞬間そうなんですよね ここに書いてある内容当たり前なんだって思いませんでしたかそうですよねなんか別に、えー、合格のための鉄則とか言いながら特に気をてらったことは書いてないんまあんどこでも普通にみんな言うだろうなってことが書いてあるんですけれどもここが大事なんですそれは何かと言いますと当たり前を当たり前にできる人って一番強いんですよですので当たり前を当たり前にできる ここをね、まずやっぱり合格するためには鉄則にしてもらいたいというふうに思います。で少し補足しながら一個一個見ていきます。まず一番。今年絶対に合格するとまずは決意をしてください。はい。何でですかって言いますと試験直前になってくるとですねやっぱりまあ何て言うんですかね ちょっと逃げたくなるんですよねいやもう来年でいいかなみたいな感じで,で逃げたくなってくるんですけれどもそれをやっぱりね今年絶対に合格するって最初に強く決意をしておかないとその決意は何かが起こった時に 揺らいでいきますその何かが起こったっていうのは何かっていうと一番多いのが直前期の不安です思ったように成績が伸びていかない周りの成績が伸びているのを、ね、目の当たりにして自分が何か後れを取っているような気がするそういう感覚に陥ってしまった時にああもう今年じゃなくてもいいかなだって年に1回試験あるんだから1年遅くなるだけだよなっていうふうにちょっと弱気になるんですよね。で 一番大事なのは直前期って一番伸びる時期なのでそこで失速してほしくないんですよそこで失速をすることなく全速力で駆け抜けていっていただきたいそのためにはもう最初に今年絶対に合格すると決めておくことが一番大事だということになっていきますそれから2番目なるべく早く学習を始めます達研試験合格には約300時間が必要だというふうに言われていますまあこれね あくまで平均値ですけれどももちろん300時間いらないっていう方もいると思いますまあいろんな試験に慣れてるという方はですねえもちろんえ人によってはちょっと300時間よりもプラスアルファ必要ということをがあると思いますまあ一応平均300時間というふうに言われておりますがさあこの平均300時間考えてみてください1年は365日あるわけです1年365日あるということはそうなんです 一日一時間勉強すれば365時間の勉強時間が確保できるんです。ということは、早く始めれば一日一時間でいいわけですよね。でもじゃあ、例えば半年前になりましたって言ったらば、300時間を確保するためには一日2時間勉強しなければならない。つまり何かというと、学習を始めるのが遅ければ遅いほど、一日の学習時間を増やしていかなければいけない。そういうことになるわけですよね。考えてみてください、皆さん。 そう、ね、24時間宅建だけに使える生活をしているというのであればまあね一、えー、日10時間やれば、ねえー、それこそ1か月でい、えー、きますよっていうそういうお話になってくると思うんですけれども。 なかなかそうはいかないじゃないですか考えてみてください皆さんねえ仕事抱えてます家事を抱えてますもしかしたら学校を抱えてるという人もいると思いますそう生活のすべてを宅建というわけにはいかないその状況の中でこの300時間をね、えー、年出していかなければいけないわけですよそうすると1日の勉強時間ってそんなに思うように取れないっていうのは出てきますよねそうなると早く始めるしかないわけですよねですので 一日でも早く始めれば、一日の勉強時間を少なくすることっていうのはできるわけなんです。そして。ね、えー、先ほど一年三百六十五日だというふうに言いましたけれども。さあ、これを聞いている。 ねえー、段階ででではははももうう日ないいいわわけけすす減ってきてきるわけですよね今ね卓球、えー、試験まで残り何日の段階で聞いていらっしゃるかは分かりませんけれども明日になるとその数字がマイナス1ね、明後日になるとその数字がマイナス2になっていくわけです。そうどん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 ね一日一日減っていくわけですからそう一日も早く始めることってのは本当に大事ということになっていきますはいそれから3番です。 暗記とと理解のバランスを保って学習するというふうふにありますこれよく言われるんですけども「理解と暗記ってどっちが大事ですか?」というふうに言われるんですけども答えはどちらも大事です。 なんでかって言ったらばこの暗記と理解って車の両輪みたいなものなんですねそう両方動いているから前に進めるそういうイメージだと思っておいてくださいつまり暗記しかやってない理解しかやってないって言ったらばそうすべてのタイヤが回ってない状況になるわけですそういうのを空回りというふうに言いますよねということになりますのでそう成績を伸ばしていくためにはこのバランスっていうのが本当に大事になりますがほとんどの人はどちらかに偏りますはい 結構ね、えー、これ覚えればいいんでしょっていう風なだけでやってしまうと暗記に偏ったりとかあとはもう理解してああなるほどねそういうことねよく分かったわって言って結局暗記をしていなかったりとかですねん意外とこのバランスを保って勉強してる方って少ないんですよ。なので皆さん本当にこれを意識しながら学習していくそれだけでも結構スムーズに学習はできると思います。はいそして4番 基礎をしっかり身につける。まあ、これはね、先ほどのところで触れた通りです。はい、基本問題しっかり押さえておけば合格者になれるわけですから。それは基本をしっかりと身につけていきましょうということなんですね。それから五番です。範囲を広げすぎず、取捨選択をしていきましょう。はい。こちら。すべてを完璧にでは。一年で間に合いません。無理です。 だって民法だけでもかなりのボリュームありますからねそれをすべてやるっていう風になってくるとまあ民法だけでも一年間でっていうのは結構厳しいかもしれないんですよそこに例えば宅建業法が入ってきます法令上の制限が入ってきますね税が入ってきます価格が入ってきます免除科目が入ってきますね、えー、やることはたくさんあるわけなんですですのでそのすべてを完璧にしようという風にしていくととてもじゃないけど時間が足りませんこちらの約300時間というこの数字は 合格証を手に入れるのに必要な時間ということになります満点取るのに必要な時間というわけではないわけですからそう満点取ろう満点取ろうというふうにやってしまうともう本当にどん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 範囲が広がっていくそれこそ先ほど言いました満点取ろうとするとどうなるんですかここ取らなきゃってことになっちゃいますよねここ取らなきゃっていう勉強するとどうなるんでしたっけそうなんですこっちを取りこぼすってことになりますよね合格は遠のいていくんですよ ということになりますので範囲を広げすぎない取捨選択をしていくここは本当に大事になっていきますそれから6番目継続は力なり大作戦と書いてありますけどもやる気になるのは結構簡単なんですよただそのために努力を継続させるというのが結構困難なんですねそうまあ、皆さんもねこれ まあどういうねえいきさつでご覧になってるかは分かりません。まあもしかしたらねえー、よし卓研頑張ろうというふうにねやる気を持って、まあ、今校舎で聞いていらっしゃるという方もいると思います。まあご自宅でねえー、こうね動画で聞いてるという方もいらっしゃると思います。そうよし卓研始めるぞという形で聞いてるという方もいると思います。まあ、もしくはですねねなんか、ねえー いろいろこうね、えー、動画を見ていくうちに偶然この動画にたどり着いたっていう方もいらっしゃると思いますはい、まあ、いろんな方がいると思いますけどもまあ一応これをねこの時間まで聞こうとしてるっていうことはですねまあそれなりにやる気はあるわけですよただそのやる気だって継続させていくっていうのは困難ですその今日今これを聞いてるのと同じモチベーションを明日も明後日も明後日も,明後日も保ち続けるのって 本当に大変なんですよねですのでそれができるかどうかっていうところが勝負ということになっていくわけなんです。さあここに6項目ありますけれども、まあ、これね下のところにも書いてあるんですけどもはっきり言ってまあ我々がねこういう講師が力になれる部分って言いますのはどこなんですかって言いますとやっぱりこっから下なんです。 3456は我々はサポートすることができます。えー、ですけれども1と2はなかなかかサポートが難しいんですよ、えー、今年絶対に合格すると決意するこれはいくらこちらが言ったところで皆さんがそう思ってくれないと ななかなか難しいそして2番目なるべく早く学習を始めるというのも、まあ、やっぱりね、えー、我々はまあ皆さんが、ねえー、やる気になってくれるのを、ねえー、期待するしかないわけですよ。だってこうやって、ねえー、講義という形で提供しようとしても皆さんが聞いてくれなければ、ね、何も始まらないわけですからそう、えー、なるべく早く学習を始めるというのも、まあ、やっぱり我々にはちょっと難しいところになります。ででですののまず最初に皆さんの力で 1>, 1番と2番今年絶対に合格するという決意をしてそしてなるべく早く学習を始めるというですねこの2つはやっておいていただければと思いますあとはね3456は我々講師もね十分サポートすることができますのでまずは1番と2番念頭に置いて意識して学習していただければというふうに思いますはいそれでは次のテーマの方に参りましょう「過去問を徹底的に」というふうに書いてありますはい これ宅検試験って過去問が重要だっていう話はよく聞くと思いますこれね過去問が重要だって言うけども過去問って二度と出ない問題でしょっていう風に思う方も結構多いと思うんですよねそこでこちらご覧ください例えばこれ2019年の問題なんですけども、はい、問いの22番の選択肢の4番で出題された問題ですという風うにありますけどもまあもちろんねあのんこれ皆さんまだねその えー、国土利用計画法とか学習してないという方はですね、はいえー、何の問題だか全然わかんないと思いますけどもただ、まあ、ちょっとこれを見た結果次の問題見てほしいんですこれが2008年の問17の選択肢の2番ですご覧くださいなんか同じこと書いてありませんかそう片っぽは2019年の問題もう片っぽは2008年の問題ですそうどう考えても この問題をね、えー、踏まえてこっちの問題を作ってるような気がしませんか？2008年の問題、これと同じような問題を2019年作ったってことはそうなんです。同じ問題って出るんです。はいで、まあ、もちろんこれ極端です。ここまでね。1時以降同じ形で出るってのはなかなか少ないですけれども。 同じ論点というそういう発想になっていくとまあ言い回しとかが全然違っていてね、えー、なんか表面的には違うんだけども実は聞いてる知識一緒ですよっていうものを含めるとまあ本当に多いです、えー、過去問のおね、えー、似た論点っていうものはどん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 出されていくわけなのでございますそして過去問で出てきた論点であればあるほど正解率は高くなっていくんです そう実はこっちの網のかかってる問題って過去問であんまり見たことないよねって問題が多いんでですよ過去問あんまり見たことがないよねっていう問題はやっぱり正解率が下がりますしあなんかこれ過去問で見たことあるぞっていうものはやっぱりこういう問題になってくるわけなんです。正解率も高くくななってくるわけなんですということでそういう意味から込めてもやっぱり過去問っていうのは本当に大事です。 じゃあ過去問だけやればいいんですかっていうとまあやっぱりそうもいかないんですねそれは何かというとまあこれもまた2019年の問いの42番の選択肢に一番、まあ、こちらもねあの「宅建業法の、ね」の、えー、一番最初の、ね、論点なんですけれども、まあ、まだ宅建業法を学習してないっていう方は、えー、ちょっとここ、ね、何を言ってるのかよく分かんないというふうに思うかもしれないんですけれどもまあ一応こういう問題が出てるということなんですけれどもこちらの問題過去20年一回も取材されたことがなかったんですね。そうなんです はい、少なくとも20年遡っても1回もない30年遡ってもなかったかな、えー、まあその前はね、えー、あるのかもしれないですけどもまあ少なくとも2 3 0年をさかのぼってみてもですね1回も出題されたことがないいそういう問題なんです、はい、だったら先ほどの、ねえー、言い方で言うならば「ああそれは過去問題出てじゃないもんだから正解率なんて低かったんでしょ?」じゃあこれ無視ししていい問題なんでしょっていうふうに思うかもしれないんですが残念ながら正解率87.1%。 高いいんです、ね、なんででですすねなかはい、実はこの理由はほとんど全ての「宅建」の基本書に掲載されているからです。 はい、まあ、えー、レックのね、テキストの中でも、まあ、ちょっと、えー、そこだけをちょっと切り取ってきたんで。なんか、ね、えー、ラーとかいう特別ね、なんか。中途半端なところから始まってますけれども、でも、こちらです。用途地域内の土地であっても、現在、こう、ね、えー、公園、広場、道路、水路、河川であるものは除きますというふうに、まあ、テキストにありまして。そう、その論点が。同じように出てるわけなんです。はい。 でこれはまあね「卓球士合格の取説基本テキスト」ってやつから持ってきましたけれども、まあ、別にそのテキストだけじゃなくてですねほ、まあ、ほぼぼそうテキストにちゃんと載ってる基本論点である以上やっぱり正解率は高くなってるんです。過去問で例え出ていなかったとしてもなんです、ね、ということでじゃあここから考えられるのは何かというと過去問だけやっていれば受かるのかっていうとそうでもないだろうなっていうところなんですね。はい、そこを どうやって取捨選択をしていくのかっていうのがやっぱり今度は大事になってくるわけなんですよ。ということでねまあなんか最後宣伝っぽくなってますけども「えー、レック卓研講座でね2022年試験突破!」というふうに書いてありますけれどもはい、ねえー、今回まあタイトルにもあります通とおり「はいまあ、週1学習で詰め込まずに合格!」というふうにありますとおり、まあ、実はですね、えー、レックで対抗しているですねはい 1> 週1完成合格フルコースという,う,うこういうですね講座がありましてはいまあこれの講座のね、えー、最後宣伝が、えー、最後のページには載っておりますけれどもじゃあこれどういうメリットのある講座なんですかってことなんですまず1番目です。 インプッットト講講義が通常講座のの半分でで行われれるというすすねこれが一つのメリットになりますそれは何ですかって言いますと、まあ、通常ですね、えー、レックの期間講座であるスーパー合格講座というインプットの講座があるんですけどもこちら全34回ですそれに対して週1完成合格フルコースの基礎力養成コンプリート合格講座は全17回となっておりますとそうちょうど半分なんですよね はい、ちょうど半分の量でインプットをやってしまいましょうそういう講座になっていますなんでですかって言いますとやっぱり全体像を早い時間で掴んでいきたいっていうのがまず一つあるわけですはい。そしてね、半分の時間って言ったらそれで足りるんですかはい大丈夫ですどうすればいいんですかそうですこの編み掛けの部分を無視すればいいそれだけの話ですよねそう、ここだけに集中してお話をしていけば これで構いませんということなんですそしてそこだけでそう40点は取れるわけですからね例えば2021年の10月試験であればねはい、そこに集中特化していってもう、まあ、ここのところを最初から眼中に入れなければそれは十分半分の時間でも成り立ちますよっていうそういうお話なんですそしてですねこのインプットの時間が半分になっているっていうのはかなりメリットになりますまず一つ目のメリット そうこれ週一学習あごめんなさい週一合格フルコースなんですけれども新宿エルタワー本校で通学講座をやっておりますが実は通信 Web DVD の講座もありますはいまあね新宿まで来られないよって方はですね、えー、Web DVD でこの週一完成合格フルコースを受講していただくこともできるんですけれどもはい Web DVD って 結構やっぱり生講義に比べて聞くのは大変なんですよねねこうね自分でこうねセットして DVD、まあ、だったらセットしてウェブだったら、ね、ちゃんとアクセスして再生ボタンを押していくはい考えてみてくださいはい34回分と17回分って圧迫感違いますよねそうなので結局全部聞ききれなかっただったら意味がないんですよ はいえー、結局全部聞くのにね時間かかってしまってインプットの講座全部聞き終わったらうわもう試験1週間前だって言ったらいいつ問題演習やるんですかっってて話になってしま,いますそうつまり何かというと途中で挫折してしてまう危険性それからね聞けたはいいけれども聞き終わった頃にはもう直前期になってしまいましたっていう危険性そういったことが起こりえるわけなんですね。ですががそそれれ半分になればそのリスクは かなり軽減されるるそういういことにななわけですなのでインプット講義が通常講座の半分になっているというのはかなりメリットです。プラスそれだけではないんです。直前期にもいい、ねえー、効果を発揮します。 どういうことかと言いますと直前期問題演習やってますそうするとあれちょっと混乱しちゃったなっていうところが出てくるわけなんですねそうした時にあもうちょっとインプットがもしかしたら不十分だったかもしれない戻って行こうって言った時に直前期なんてなるべくサクッとインプットにね戻りたいじゃないですかその時に半分になっていれば 復習すする時の量も半分ででむわけです意外とこの直前期に役立ちましたっていう方は結構多いですね。なのでインプット講座が通常講座の半分になってるって一見するとえそれで大丈夫なのっていうふうに思いがちなんですが実はメリットがかなりあるというですねそういう状況になっております。それから2番目アウトプットを同時で並行していきますということで。 過過去去問問集集がありますけれども、その過去問集の全問解説があります。す意外とですね、全問解説講座って過去問題集ね、えー、皆さんに配って「じゃあ過去問題集やっといてくださいね」とかその中の一部の問題を解説しますっていうのは結構あると思うんですけども全問解説講座が備わってるコースって他のスクールさんを含めても あまり見かけないものになってますのでやっぱりでも問題演習するときに自分でやっといてねだけではちょっとあれってなってしまう場合ってのはあると思うんですよねそこを特に最初のね慣れない段階で取り足取りやっていきたいっていうところからですねアウトプットを同時並行してそしてなおかつはい全問解説をつけましたいうことになっていきますそれからこの講座最大の特徴が三番目直前期はレックの期間講座と同じ講座になります ということは何かというと、そう同じ講座に入るということは、同じ講座に入れるだけの実力をつけておかないとダメってことですよね。そうなんです。最終的に目指すラインはレックの期間講座と同じ、こういう講座になっていきますということで、まあぜひご検討の方お願いしますということでですね、まあここら辺に載っております。はい、まあそのラインとして五番目です。決めたら速攻スタートが鍵。先ほども言いました。はい。いかに一日でも早く。 よしやるるぞっていう,ふうに思えるのかここが大事になってきますのでしっかりとねこれを見たのをきっかけにして頑張っていただければというふうに思います。はいそれではですね30分という短い時間ではございましたけれどもだいたい今後の方向性どういうふうに勉強を始めていけばいいのかっていうところはつかみ取れたんじゃないかなというふうに思います。はい ねえー、これをね是非、えー、参考にしていただいて正しい方向性で努力をしていただければというふうに思いますそれではですね、えー、以上でガイダンスの方は終了させていただきますまあね先ほどもちょろっと言いましたけども、えー、私レックの、えー、週一完成合格フルコースこちらの方を担当しておりますので、まあ、ぜひね、えー、今度は本講義の方でお会いできることを期待しておりますそれでは30分間という短い時間でしたけれどもどうも、えー、聞いていただきましてありがとうございました